続いてのガールズニュースはファッション誌ラルムの復刊。2012年9月に創刊されたファッション雑誌ラルム。甘くて可愛い女の子のファッション絵本をコンセプトにガーリーな世界観を発信。徳間書店でラルムを立ち上げ、同社史上最年少となる26歳で編集長に就任したのがカリスマ編集長中郡春奈。創刊およそ1年で発行部数を23万部に伸ばし、ラルムは人気雑誌に成長。しかし2016年9月号をもって編集長を退任。そして今年3月ラルムは休刊する事態に。2016年まで編集長やってて4年ぐらい離れてたんですけど、今年の3月のタイミングで雑誌が休刊するっていうことを今年の頭くらいに決まっちゃったっていう連絡が編集部の方から来て。大切なラルムを失いたくない、その思いから中郡さん自らラルムを買い取り編集長としてリスタート。今年9月に発売したラルム復刊号では、これまでの世界観を壊し前号の3倍以上売り上げる結果に。そこには中郡さんの編集長としてのラルムへの思いが。ラルムってフランス語で涙っていう意味の雑誌で、悲しいこととか、嫌なこととかも無駄じゃないよっていう、ラルムが癒すからそれを受け入れて進んでいこうっていう意味、なんかそういう意味を込めてつけた雑誌なので、周りがどう言おうと自分自身の好きなものだったり自分自身の世界を大切にしようよっていうスタンスなので。コアな層に向けて作られたラルム、その分読者との結びつきが強いのだという。そしてこのラルム復刊号から我らが MC 影井ひながレギュラーモデルに。ひなちゃんは自分がなりたい自分像みたいなのを追求するためにやってる感じがするので、ズバリ影井さんをモデルに起用するっていう、はい、その決定だっていうところは、そういったところなんですかね。あ、でも私結構そのモデルとしての決定だ的なところで言うと結構顔を重視派なんで、普通のひなちゃんに関しては顔が可愛くてタイプなので、そこ顔が可愛い可愛いタイプなんです。いやありがとうございました。いや本当にラルムは知ってますか？知ってらっしゃいますか？ラルム読んでました、ずっと。あ、本当ですか？だから亡くなっちゃった時も悲しかったんですけど、今こうやってまた復活して、編集長の思いがすごい伝わってきました、なんかすごい大変なこととかいろいろあってからのその思いで今こうやって行動できてるっていうのがすごいなと思って、なんかしっかり自分を持ってる方なんだなって思いましたね。続いての企画、はい、参りましょう。続いての企画が3人目の MC オーディション。ついについにです。ついに来ました。まさかのオーディションで。オーディションで、はい、3人目の MC を決めるでも楽しみですね。ここにもう一人、そうですよね、ここに来られるということで、続いての企画は番組 MC オーディション。この企画では番組の3人目の MC を決めるため、ライブ配信アプリ LINE ライブにて一次予選を事前に開催。私のクリエイティブをテーマに応募者が投票数を競い合うオーディションが行われました。そして集まった応募者がこちら。くねりゆうかと言います。21歳でシンガーソングライターをやっております。風に吹かれて折れず倒れず、スタジオで聞きたいですね。歌ってもライブしてもらいたい。浜崎ゆうきです。京都府出身の21歳です。私の夢は女優になることです。クリエイティブな才能、今は私がバンって何かをしろって言われてもそんなにできることはないけど、
なんだろう。よいしょ。何してる。できました。浜崎ゆうきです。クッキーとチョコで作りました。すごい。はい、斉藤ありさ19歳。私のクリエイティブは、まあ、今ちょっとチアのね格好ちょっとごめんなさい、あの寒いのでヒートテック着ちゃってるんですけど体が柔らかいです。いきます。はい。すごい。よいしょ。はい。こんばんは、島田ゆいです。23歳ピーポパポです。ウルトラスーパーハイテンションでお送りするウルトラスーパーハーマシンガトークカンダーが、まあ、私の一番のクリエイティブだなと思いました。まあ、とりあえず、まあ、ちょっと手始めに、まあ、ちょっと、まあ、何か披露しておこうかなと考えた結果、これを持ってきました。てりん。19歳の三倉萌えです。私の一番の取り柄は笑顔です。じゃん、これバトンです。バトンを高校の時にやってて、3人目の MC になってみせます。絶対になります。20歳心メインです。はい、特技は縄跳びです。縄跳びは世界4位を一応取っております。詳細を言ってしまうとちょっとさすがに個人情報がバレてしまうので言えないんですけど、大会名とかは。皆さんに笑顔と元気と勇気、愛全部届けちゃいます。高校3年生18歳新井ひなです。ニックネームはアヒナと言います。今回ですね、アヒナの頭文字で、今コロナの中お仕事や生活を頑張っている皆さんに向けて、元気が出るようなチュンとするような一言を言いたいと思います。ありがとうの気持ちでいっぱいです。かわいい。ひたむきに毎日頑張っている姿がなんか好き。はい、ということで、はるな21歳、舞台女優志望、ふにゃんダンスします。ふにゃんダンス、ふるにゃんありがとう。自分自身で試行錯誤しながらかわいい。 SNS にも取り組んでいます。自分の舞台を見つけ表現していく、それが私のクリエイト。みんな個性が輝いてて、うん、気になった子はいらっしゃいますか？同じ名前、ゆうかちゃん、うん、最後なんかありがとうがすごい響いてきました、うん、私も同じ名前の子が、うん、新井ひなさんっていう方、うんうんうん、IAO 作文やった方、うん、可愛らしい、キュンときましたね、最後のなんか好きが、うん、すごくて、あれ多分私スタジオでやられちゃったら、うんうん、もう多分目見れないです。恥ずかしくて、可愛すぎて、うん、でも皆さん、うん、MC を上手そうな雰囲気が、うん、本当にありました出てたので、なんかちょっと心強いです、うん、どの方が来ても、うん、私なんかこれ見たいです、直接なんか一緒に TikTok とか撮ったらなんかいいコンビになりそう。第一次審査を勝ち残った10名がこちらの方々です。 MC の座を勝ち取るのは一体誰なのか。続いての企画はなんと私の持ち込み企画です。チャレンジ TikTok タイムです。イエーイ。TikTok やってらっしゃいますか？なんか自粛があった時にちょっと暇だったんでやってみたんですけど、なかなかダンスが覚えられなくて、そうですよね、もう無理だと思ってそのまま上げたりしました、うん、ファンの子たちからしたらすごい、うん、TikTok 始められて嬉しいっていうコメント多かったんじゃないですか？多かったです。ですよね、 TikTok もっと上げてって言われたんですけど、うんうん、ちょっとまたこれを機にまた復活させようかなと思いますということで、フォロワー数日本女性1位の影井ひなの指導のもと TikTok 撮影に挑戦。これがあの、うん、こういうのですね。周りにくるくるくるって絵文字が回って、この上一番上になった顔を真似するみたいな、うんうん、はい、そしてシャッターが切られます。あ、
ーすごい。あ、それで認識されないと。そうですそうです認識されないかもしれないもう表情豊かにいかないと、うん、え、こういうこと？こういうこと？ちゃんとうまく反応されたら4枚取れるんですよ、この音源の中で。いや悔しい、今だ半分2枚。ちょっとこれ私の顔のせいですよね、ごめんなさい。もう一回いきますか。もう一回。自己画が撮られちゃって。自己画になっちゃった。え？あ、う。最後、え？みたいな顔してるけどできました。すごい。楽しい。表情の作り方がプロですね。いい、全然ですよ。楽しいです、楽しいです。楽しんでもらえてよかったですできた時は飛び跳ねちゃいましたちょっとぜひ TikTok を皆さん始めていただきたい。はい、ちょっともう一回やろうかなと思います今回撮影した動画は番組公式 TikTok で公開中ってことで、初回のカバーガール TV NEXT は以上になります。ちょっと緊張してたんですけど、うん、TikTok 企画とかとっても楽しかったんで第2弾ぜひやりたいすごい気に入ってくれてるみたいですどうでしたか？そうですね、最初やっぱりもうなんか3、2、1とか言われるとくるくると思って緊張しちゃったんですけど、なんか結構ゆるい感じで、うんうん、なんかこれで大丈夫なのかなって感じで進んでいったので、すごいリラックスしていきましたね。あのストレッチが良、うん、かったの、いい感じですね。あれでオンになったんで気になる、そのガールズニュースとかってこれからまた多分今後もいっぱいあるじゃないですか、うんうん、だから今の女の子たちがどういうものになんか注目しているかっていうのがこっちも知れて、すごいなんか楽しみだなって、ね、勉強になりますね、うん、思いますね。収録が楽しみです、うん、ということで次回またお会いしましょう。次回もお楽しみに。